どうも、面白ひげメガネです。今回はですね、ビーズのことを好きでも嫌いでもない人にビーズのいろいろなタイプの曲を5曲聴かせて正直な意見をもらうという企画の第3弾でございます。で、まあ、今回のゲストなんですけれども、まあ、1回目と2回目が芸人さんだったっていうのがあるので、まあ、今回はですね、ガチのプロのミュージシャンの人たちを呼んでおります。間違いなく今までで一番耳の肥えてる人たちなので、ちょっとプロフェッショナルならではの意見がもらえるんじゃないかなと思うので、ちょっと楽しみにしております。で、まあ、これも一応毎回言ってることなんですけれども、まあ、ビーズのこと好きでも嫌いでもない人に来ていただいているので、まあ、もしかしたら、まあ、この曲ちょっとあんま好きじゃないですねみたいなことを、まあね、正直に言ってくれるかもしれないので、その辺はちょっと広い心で受け入れていただければと思います。はい、ということで今回のゲストはガチのミュージシャンのフリースキッドの皆さんでございます。わー、ありがとうございます。いや、派ですね。ありがとうございます。カラフルだわ。どっからどう見てもミュージシャンですもんね。ですよね。ありがとうございます。これで畑耕したら分かるですもんね。いや、そんな受けてきますね。まあ、そもそもまあちょっとどういうつながりなのかと言いますと、まあ、ちょっとここがね、はい、まあ、彼が、まあ、南條くんという方なんですけど、ドラムですね。ドラムのね、もともとちょっと、まあ、お笑いの方もやってまして、はい、同期でちょっと仲良かったっていうのがあって、まあ、それ以来 ね、まあ、そうそう、ずっとよくさせていただいてるんですけど、こちらこそです。どうも。一応私もね、あの曲の方はね、聴かせていただいたんですけど ね、ライブも来ていただいて、そうなんですよ、ね、はい、いや、これ本当にね、お世辞抜きでめっちゃ良かったですよ。ありがとうございます。そんな皆さんなんでございますけれども、はい、今日は何でしょうね。はい、ビーズというバンドがいるのはご存知ですか？それは知ってますよ。それは知ってますか？それは知ってます。ずっとそこにいてる。存在。なるほど。ずっと当たり前みたいな感じ。そう。あるねっていう。でもその、多分がっつり向き合って聞いてはこなかったっていう感じですよね。そうですね、まあ、だから今回呼んだんですけど、そんな皆さんにちょっと、まあ、今からビーズのいろんなタイプの曲を5曲聴いていただいて、はい、まあ、ちょっとプロの、ね、ミュージシャンならではの、ちょっと正直な意見を聞いていただければなと。思うので、まずはですね、まあ、ちょっと何も言わず聴いていただきたいんですけれども、はい、1曲目はヒートっていう曲があるので、はいはいはい、それをちょっと聴いていただいてもよろしいですか？せーので流すとかですか？そういうの出して、じゃあせーので流します。せーの、ポチッと、はい、今バラバラだ。終わりました。かっこいいですね。感想の方を伺いたいなっていう、ね、これは意外な感じしましたけどね、僕は。あ、意外でした。はい、イメージと違った感じ。イメージと、でもなんか英語がさ、最後になんか言ってる感じがビーズっぽいなって感じ。最後英語で終わるビーズっぽい。なんちゃらちょ、うんうん、なんちゃらギリギリね。あんまギリギリの方忘れないと。イメージするビーズのメロディーだったなって感じ、これぞビーズみたいな感じのメロでしたね。あ、うん、そういうイメージだった。で、結構90年、2000年代ぐらいかなと思ったら、うん、意外と最近で、うん、っていうのは、あ、変わってないやなっていう。そう、なるほど。この曲に関しては四通じになるところだね。ちっちゃい、サビやっぱそういうのあるっていうところだね。あ、四通じ、なんか専門用語出ますよね。ツッパーツッパーってなるやつ、ね、一番ギターに対して思うことはやっぱあれですね。あの、まず僕のタク松本さんのギタープレイは間違いなくあれですね、はい、あのギタリストも一聴してあっかっこいいと思うけど、はい、ギターとかあんま分からん人でもかっこいいと思う。ちょうどいいバランスのギタープレイな気がします、ね、なるほど。あんまりそういう人ではおらん気がします。なんか分かんないですけど、ギタリストだもんね。ギタリスト、あ、そうね、ギタリストです。一応マスクしてここが若干透明になってから、あのこういう顔なんかなって思ってた。いくらだったの？60ぐらいです。いやっしー。関谷さんはね、あの路線としてあのローリーさんに憧れてますもんね。そうですね、めちゃめちゃあのタイプを行こうとしてる感じ。好きっすね。なるほど、ギタリスト目線で意見いただきましたけど、でも皆さんあれですね、基本的にやっぱ曲聴くときはなんか動くんすね。わかりやすいっすよ、体で聴くタイプみたいな。上がりますね。特別わかりやすい、噛む必要ないぐらいの、うん、
スッて、あとスッて入ってるから二流色もそう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 とりあえずまあ、好感触な感じではあった、うんうん、本当に初めて聞いた、うん、初めて確かに知らんかった、うん、なるほど、じゃあちょっとあの2曲目聴いていただきたいんですけれども、はいはい、これもちょっとまあ、説明は後にしてとりあえず聴いていただきたいんですけれども、はいはいなんて曲これですね。2曲目はディープキスっていう。いいの？大丈夫。いやいいです。聞いていいの？ディープキスぐらいは大丈夫。せーの。お、なんか走ってんのこれ。歩いてるでしょこれ。え、ドクドクじゃないの？ドクドクだよ。でもいやいやいやで始まるから。お、めっちゃいい。やば。すごいの。違うバンドでしょ、さっき。終わりました。DKS。さあ、2曲目、ディープキスを聴いていただきました。いや、これは、あのね、もう、多分、ロックファンならもう、おーってなる感じですよね。A メロに入ってからのこのビートで、このブリッジミと刻みの感じは、モトリークルーのドクター・フィルグッドっぽい感じがしました。あ、そうですね。で、もう一つね、ミュージシャンやな。で、ミュージシャンって言われてもう一個だけ言うなら、ギターソロのワンフレーズは、エリック・ラプトンが在籍しちゃった場合のブラインドフェイスのファーストアルバムの1曲目の Hard to Cry Today のフレーズが出てきました。ミュージシャンよく見思いました。すごい、俺全部気づかなかった。ミュージシャンだな。多分ですけど、多分すごい。いや、それをまあこうブラッシュアップしていい状態でやってるんやと思います。でも多分まあさっきの曲とはね、だいぶ印象は違ったと思うんですけど。全然違うバンドどうでした？全然違う。最初びっくりして、始まった瞬間、ね、いつ始まるみたいな。どうドラマーとしてみたらどう？これいや、なんかすごい、さっきのバンド、さっきのバンドとさっきのバンドと同じ同じ人たちです。あ、叩いてる人も違うよね。あ、叩いてる人は違う。あ、違う、そうです。全然違うもんね。あ、それよくわかるね。ボーカルすごいなと思いましたね。高すぎてすごいなと、この曲は。あ、いや、そうですね。そんな高くなくてもええでっていう。やっぱ稲穂さんすごいな。すごい稲穂さん。稲穂さん。稲穂さん。これはすごいね。これは歌われへんのっていう。アイアンマンっていうフレーズいいですね。これは、まあ、そういうことでしょ。アイアンマンっていう単語好きそうですね。単純にただ単語が好きなだけ。なんかフリースキーって感じだね。やっぱこのね、サビ終わりのブレイクの感じはやっぱビーズみたいな感じですよね。あ、そうなんだ。レレ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 レ映画のインスタみたいな、なんか映画とかに流れてくる感じだったよね。ホラー映画とかに。おー、サンプリングっぽい。そう、サンプリングっぽかった。サンプリング、また専門用語出ました。そういうのどんどんサンプリング、サンプリング言えばいいってもんじゃない。一回目だけど。この曲は、まあ、同じようにさっきと同じようにアンケートを取って、さっきとちょっと逆なんですけど、まあ、いい曲だけどあんま入門者向けじゃないだろうなっていう曲の結構多かったやつなんですよ。あー、なるほど、逆に。いや、わかりますよね。だあんまポップさはないっていうか、まあ、ゴリゴリな感じで。優しいディープキスとかこういう単語好きなんですよね。優しいディープキスみたいな。あー、なるほど。ああ、この2つ、ちょっと少し対局っぽい感じ。あー、かっこよかったっす。あ、本当ですか、いい感じでした。もうこれめちゃくちゃかっこいいっす。あ、すごい。まあ、1曲目とは違う魅力が、うん、この曲はだからむしろその今までの芸人さんからしたらちょっと感触悪いんですよ、やっぱり。へー、うん、ちょっとなんかゴリゴリすぎて、この流れで3曲目に突入してもらいたいんですけれども、はいはい、体で乗って聴く皆さんからしたらちょっと聞かすの怖いんですけど、まあ、3曲目ちょっとスノーという曲を、はいはい、聞いていただきたいんですけれども、静かな感じかな。 OK です、ね、いきます。はい、せーの、の、はい。おー、おー、終わりました。終わりました。はい、はい、ということで、3曲目スノーを聴いていただきましたけれども、またちょっと今までとは違う感じだったんですけど、びっくり。これ、ね、これ7、8分ある曲なイメージがありますけど、4分で終わるんですね。これ4分でまとめる感じはすごいよね。感じたこれは長そうって思ったんです。
そうそうそう、長い曲のなんかね、雰囲気。さっきの2曲、全然そんなに低音そこまで感じなかったけどさ、すごいベースって感じだった、この曲。ベースがずっしり、しっかり聞こえなかった。ベースそんなさっきまで聞こえなかったんだけど、なんか混ざってないから。うんうん。ビーズバラードが僕すごいいいなと思いますけど、このあの、うん、ゴッドハード好きでしたよね。ああ、好きです。ゴッドハードの G に入ってレッドイットビーとかもあれスローバラードみたいな感じの知ってんなこの人イメージがあって、ほんであのブラザーフットに入ってるブラザーフットのブラザーフットもブラザーフット知ってるんですね。はいはい、あのアルバムだけしっかり割と聴いた。まあまあちょっと聴きましょう。あのギターの入りとかも超ハードロックでかっこいいですね。ああそうですね。こう売れてるアーティストがあんまやらんバラードをやってる感じのイメージですね。なんかあこの曲は、まあ、これもそのアンケートのあれなんですけど、はい、あの一般的なビーズに対するイメージとは真逆のかけ離れた曲っていうので良かった。あ、はい、あやはり多分ね、あんまり知らない人からしたらこういうイメージはないんじゃないかみたいな。あなるほど。でこのアルバム自体がちょっとまあ全体的にちょっと、まあ、アダルトな感じっていうか、2曲目でこの曲やった。そう2曲目なんだこれ。もう2曲目なんですけど12曲目ぐらいで、ね、1曲目はもう短い1分ぐらいのインスト、あれもうこれだ。なんか割と最近の感じだと、もう日本のこのジェイポップとかロック、もう一個こうちょっと弱いかなって誰かが口出して、そうそう、もう一個多分大サビとか別メロで入れたがるんですけど、そこスッと割ってるのは分かる。お笑いでもそうだもんな、やっぱりぐらいね、やっぱりなんか最近も山場持ってきた方がいいんじゃないかみたいな、大きな展開入れた方がいいんじゃないかみたいな、よく今の時代言われるからな。コンテスト意識してない勝利ですね、勝とうとしてない意識してない。あと2曲だけ付き合っていただきたいと思うんですけれども、楽しいです。残りの2曲に関しては、まあ、アンケートのあれじゃなくて僕が個人的にちょっと意見もらいたいなっていうやつ、はいはい、まあ、好きっていうのもあるんですけど、まずはちょっとリングっていう曲を、リング、はい、せーの、よいしょ。あ、終わりました。はい、おー、はい、4曲目リングを聴いていただきました。和ですね、えらい和な感じがしましたね。和な感じなんですよ、まさにイントロの感じがあって、その最初の出だしの甘い夢鈴の音ってなんかこうリンクしてましたよね。ちょっとやっぱ、ね、そう和風な感じの曲なんで、うん、でまあそれこそさっき言ったみたいにそのだんだん、ね、盛り上がっていくタイプの構成の曲で、この曲はね一応シングルで出てる曲で、シングル、そう、一応まあビーズだから、まあ、1位も取ってるんですけど、でも、まあ、シングル曲の中でもちょっとまあ影薄いタイプの曲みたいな、それでねすごい大好きな曲なんですけど、なんかすぐ覚えちゃうな、うん、あけどあんなにエメロが変とかない、そう、あー、まあ、夢で上がるの何秒しか分からずよ、なんか歌うのめっちゃ難しそう、後ろのギターと気持ち悪い感じ、なんかすごい、すごい感じ、そこ、そのドラムないからね、リズム取るの難しいかもしれない、すごい、サビだけこうストックであった感じがあって冷めてる実はそういうパターンあるんですか、曲作ってて。あー、もう、まあありますね、ありますし、みんな多分結構いると思いますよ、サビだけ、サビだけめっちゃストック持ってて作って、なるほど、あこちらのオッテの人が芸人だから、ね、ボケストックしといてストーリーさせてみたいなそれに合う振りを考える。なるほど、なるほど、あーなるほどな。うさってさ、くるさ、声のイメージだったね。はいはいはい、とっても、そうそうそう、めっちゃ心地いいんだなって、おー、いいね、聞いてて、結構思ったかな。へえ、いいです、いい曲、うん、なんか今のところなんか交換お褒めいただいておりますけれども全然もう正直うまいかなって思ったら全然それで、さすがビーズって感じしますよね。さすがビーズですよね。食べようとしたら多分ビーズ見てないですから、ね、ちょっとあの最後に一曲だけ、はい、まあ、これもあの僕が個人的にちょっとまあ意見欲しいなって思ってる曲なんですけれども、はい、ランという曲、ランね、走るのランですね、せーの、アウトローおもろいな今日は、あ、面白いね、はぁ、わかりました、
終わりました。はい、ということでラウンド聞いていただきましたけれども、なるほどね、いいですね、ビーズ節って感じですね。ビーズ節92年結構92年だいぶ初期の曲ですね。この曲はだから結構まあファンの人からは人気が高くて、まあその歌詞の内容とかもなんかこう割と仲間のことを歌ってたりとか、今書かない歌詞ですよね。時代感はありますね。なるほどな。あ、確かにね、この時代のフレーズだよね。うん、そうだよ。あ、そうか。サビ入る前のオーケストラ人とかパッパッパッパってすごい派手にオーケストラ人が入るとか、結構時代感あって、結構それが良かったですね。A メロのカッティングとか、あのリズムやったら普通ギターうっきゃうっきゃうっきゃとか、なんかスカっぽく合わせるかなと思ったんですけど、ちょっと違う感じでしたね。ああ。じゃ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 、なんかハードロックスカみたいな感じがしましたよね。ああ。でもこれみんな好きになりそうだよね。だからやっぱ一番最初ヒートとこれはやっぱキャッチーだし、あんまその音楽とかそんなに聞かない人でもなんか好きになってくれる感じがあったんで。なるほどね。なんか学祭とかでやったら盛り上がりそう。確かに。ちょっと青春っぽい感じがある。青春感あった。いまだに僕の高校生の時の学祭でもビーズは絶対やってましたね。へえ。だからすごいずっと人気あるロックバンドってすごいですよね。そうなんだ。しかも若者にずっと人気あるっていうのが。へえ。じゃあそんな感じでちょっとね、はい、5曲聴いていただいたんですけれども、はい、まあ、ちょっといつも、まあ、今まで芸人さん聴いてもらったやつだと聴、まあ、いていただいた5曲でそれぞれちょっとあの、まあ、ランキング付けをしていただいてたんですけども、まあ、ちょっとあの人数も多いんで時間かかっちゃうんで、はい、ちょっとそれぞれの、まあ、1位と最下位だけ発表してもらいたいなと、はい、シンガーズの南條さんありがとうございます、じゃあまず最下位だと思ったやつを。最下位はですね、あの一番最後に聴いたやつです。あ、ハムか。ちょっと意外だな。意外っすね。他と比べるとちょっとピンと他と比べるとなんか面白くなかった気がしましたね。なるほどね。意外な。なんだろうな、あの CM とかそういう主題歌とかでビーズって知ってるじゃないですか。はいはいはい。なんかそれに埋もれる感じがして、別に意外性も何もなく、辛口ですね。なるほど。いや、正直に思ったのは全然いいですね。トップの1位の曲は何でしょうか。2曲目に聴いたディープキスです、ね。おこれはなぜ。なんとなく感覚です。まあ、なんやっぱルーツパンクロックじゃないですか。はい、ちょっとやっぱこういうゴリゴリな感じが あったのかもしれないですね。かもしれないね。聴、き心地いいよりは聴き心地、こっちあんまり良くない方が好きだから、ガチャガチャしてる感じの方が。じゃあ続いて、じゃあ、 あのお願いできますか。キョロちゃんです。まず最下位の方。最下位は、はい、スノーです。おちょっとこんな変更の仕方一番ピンとこなかった感じで。まあ楽しいのが好きだから。あ、なるほどね。なんかさあって感じで、静かな気分の時は聞きたいけど、まあ他のやつのが良かったかな。だなるほど。めちゃくちゃ冬だし、めちゃくちゃ冬ですから、ね、夏のイメージがありますよね。そうですね、夏を感じたい。なるほど。ビーズにはということで、1位はじゃあ1曲目ヒート。あ、ヒート。まさに夏っぽい感じ。夏っぽいヒートですかね。なるほどな。聴き始めから、あ、本当にいいって感じでした。あ、始まった瞬間。なるほど、素晴らしい。じゃあまだ最下位の曲です。スノーリングランは結構同率ぐらいの感じなのかな。なるほど。ヒートとディープキスどっちも良かったなっていう感じがあるんですけど、はいはいはい、ディープキスかな、今の感じだとディープキスで、うん、2位がヒートで。あ、ディープキスはなぜに。そうです、まあ、結構ハードでかっこいい、まあ、トーキングスタイルもありつつ、トーキングスタイルトーキングスタイル初めて聞いてるんだ言ってるのメンバーでサイレンスわざとだよ。僕単純にあのビーズの好きなところが僕の好きなところがあの決めのところがやっぱ好きなんですよ。あのショートとか、あ、なるほど、ブーッとラッソーとかあの感じがめっちゃ好きなんで気持ちよくバッと終わる感じ、気持ちいいんですよね。あれ入ってるこのデッキーの感じ、それが好きで、ビーズの感じは。なるほど、なるほど。なんとか、そうですね、なんとか何さん言ったように、まあ他の曲、まあ聴くかな。高校感とか多分似たような。確かに、ランって結構なんか、まだ
結構いろんな人がその人気ある曲ではあるけど、その音楽とかなんか深く知る前のなんか青春時代を通ってきて、その時の思い出とかもあって、すごいしてみたいな、うんうんうん、なんかそういうのもなんかある気がする。あの、はい、もうキャッチーな曲を超えてないってプラスかといってこのディズキスみたいにこうマニアックな部分が入ってるっていうわけになるから、なるほどな、その辺かなっていうのも面白いな。でもめっちゃ売れた曲もうの2曲目みたいな、うん、そうですね、わかる。これ全然わかんない。未だにあなたが分かんないですね。私は。まあでも初期は初期ですから、逆にその後にだいぶいい曲超えて、超える曲ができていってるから、うん、なるほど。いや、面白いです。ありがとうございます。はい、じゃあ、そうですね。はい。最後にどうですか。まず最下位の方から。最下位。うん、砂です。砂ですかね。砂か。僕そんな詳しくないんですけど、はい、なんかあれですよね、こう。いつかのメリークリスマスとか、あのブラザーフットのブラザーフットとか、ああいうのがめちゃめちゃ最高のバラードやなと思ってて、そうバラード行こうと思ったら聞く場合のを聞いちゃうかなと思ったりして、なるほど、いやこれも聞いたら聞けば聞くほど味が染みねっとり、まあ、うん、そのタイプではあるかもしれないですね、出てくると思うんですけど、うん、そうです、そんな感じがしました。なるほど、うんうんうん、じゃあ逆に1位は、1位はいやーランかディープキスか迷ったんですけど、ディープキスで、ディープキス、ディープキス人気だな。ディープキス、ミュージシャン目線から見たらディープキスな。やっぱこう、やっぱこのシンギングスタイルもこうちょっとロックな感じがしました。シンギングスタイル。それはただの歌唱。俺はトーキング喋る感じやからトーキングいいんだけど、シンギングスタイル。それに付き加えてやっぱギターのプレイングスタイル。かぶせてきたぞ。確かね、ちょっと自分のこのグッとくるようなフレーズとかいっぱい入ってたなって思って、なるほど、はい、まあ、ハードロック好きですね。はい、ハードロック大好きです。そうですね、ディープキス。なるほど。はい、あ、面白い。いや、そう、芸人たちと割と真逆に近い感じだったと思いますね。こんなに人種で違うものか。でもどうなんでしょうね。いいことなんでしょうかね。良くないのか。それをなんかね、ちょっと考えちゃいます。果たしていいのか、ね、これでいいのだろうかってちょっと考えちゃうんで、ね、やるかもしれないですけど。でもまあ僕らのバンドだからそうなったっていう可能性も、ね、ああ確かに、ね、まああるかもしれないですけど、うん、人によってっていうのはあるでしょうけど、うん、なるほど。いや今日はでもなんかいろいろと今までと全然違う意見をね、いろいろいただけたので、貴重な回になったので、ありがとうございます。今後のね、フリースピットの皆さんの活動を応援してあげてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ということで、また次回お会いしましょう。面白いひげメガネでした。